はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。実はね、このフラワー TV 視聴者の5分の1が海外の方なんです。いろんな国の方がね見てくださってるんですけど、やっぱりこう世界共通言語ではないですけど、まあ英語で少しこう話さなきゃいけないかなとは常日頃思ってました。なので今回のこのビデオからですね、英語を交えて行こうと思います。まあもちろんね、5分の4は日本の方なんで日本語メインに行きますけど、まあこう英語をね交えていけば海外の方も少しはこうね理解してくださるんじゃないかなと思って、やっぱ進化していかなきゃいけないんですよね。どんどんこの YouTube じゃない、このフラワー TV もどんどん進化していかなければいけないんです。なので今日から英語を交えていきます。いくぜ、 Come on! 英語だ。はい、今日はねこちらの器を使ってアレンジを進めていきます。今日使用するのはね、このゲットという植物です。 I will use ゲット。そしてまあこのゲットってこの葉っぱが2つにこう分かれてますよね。だいたいこうなってるんですけど、これね、まあ、このままこう刺しちゃう人いますけど、やっぱりねこれはねどっちかにした方がいいです、葉っぱは。そうしないとこう精度がなんか的確じゃなくなるんですよね。だからこう見てその自分が刺すべくアレンジに適してる方を残して、もう片方カットします。今回僕はやっぱこっちの葉っぱが生かしたいのでこっち側の葉っぱをカットしますね。でこういうちょっと汚いところの部分は、掃除をしておきましょう。 OK? では刺していきます。Very beautiful. はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったんでしょうか。このゲットの使い方は結構難しいです。なのでここでよく覚えておいてください。何が難しいかって最初にも言いましたけど、この花の向きと葉っぱの向きがちょっと違うんですよね。それで全部100本あったら100本向きが違います、これ。なのでその中でこうね、全部よ一番いいのをこう選んで持ってくるわけではないので、より良いところをこう日本でより良いところを見つけて加工して刺していくのが難しいですね。ただこれはね訓練で絶対できるようになりますので、ぜひ訓練してください。では今日はこちらのアレンジメントぜひね実践して習得してください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。タブレット、スマートフォンの方は下のリンクよりお願いいたします。英語はですね、全然ダメなんで、バイリンガルのシャスの動画